ここ行くとだいぶぐちゃぐちゃになってそうだな。裏の住宅地から行きますかね。住宅地これ正面突破で行くとだいぶよびしょびしょになりそう。どれが庭でどれが雑草なんだかよくわからないな。しかもバイパス沿いってちょっと危険だよね。うん、何これ、クマのうんこ、クマのうんこかな、これ。え、だって何のうんこ、そんなでっかいの見たことねえよ。クマかもね。ナメクジまでついてるし。ちょっと遠回りしてきたら踏みたくないかな。ってかあれさ、ほんとクマかよ。警察呼んでみる。ほんと本気で。マジクマっぽいよね。だって他に思いつかないの。呼んでいいんじゃないかな。クマが住みついてる。だってここすぐそこ土地用で、その向こう福島だから、うん、本当にクマ出るんだよ。呼んでみっか。本気で。いや呼んでいいと思うよ。だ下手したらここクマが出るのかもしんないっすか。その再生回数を増やしたいとかそういうことじゃなくて。いや本当にマジで。いやだ俺やばいでしょ。いや俺ね今までの人生でね見たことねえよあんなすごい山。うん、一番すげえよあんなでかいうんこ。だって絶対人間じゃないでしょ。そうそう、うん、警察呼ぼうぜ。いやだってこれは絶対おかしいもん。だって何の生き物。土とかじゃねえよ。土じゃないよね。ちょっと呼んでみ、一旦車戻って通報してみますか。通報する。いや本当に、いやだってこれ大事かな。あ、まあそっち行かない方がいいっすよ、汚ねえから。こっち側からももう出れますよ。うん、
だって住宅地の真ん中だぜ。だって今俺たちが襲われる危険だってあるわけだ。長岡の駅裏ってね、結構危ないんだわ、クマ。時々出てくるっけさ。あ、ちょっと。これ本当にクマだったら大騒ぎだしね。本当にっていいか、これ多分クマだと思うわ。他に思いつかねえもん。これはウンコじゃねえな。とか、もう下手さこの辺住み着いてるとかすぐあるとか。川も地形しさ。だってファイトにクマが出たんで話もあるからね。はい、110番新潟県警高橋で、事件ですか、事故ですか。クマの痕跡らしいものを見つけたので通報しました。奥さんの痕跡、んク、クマ、奥さんは行方がわからなくなってるんですか。いや、ク、いや、奥さんじゃなくてクマです。クマですね。あ、はい、クマの、じゃあ、痕跡みたいなものを見つけたので連絡しました。いや、なんかものすごくでっかいうんちがそっから中にあって、あ、クマしか考えられなかったので。ではないかということなんですね。はい、どちらですか。国道17号のすぐ脇で、長岡市の滝谷駅が近くにあったと思います。滝谷駅の近くの17号ですね。はい、今位置情報が絞れなくてですね。はい、滝谷駅から、どのあたりかってご説明できます。周りって何かあります？真っ暗で何も見えないですね。三本道ですか。いや、国道17号バイパス曲がってすぐです。17号、今滝谷駅を見てるんですが、滝谷駅からはどちらに向かいます？東京方面だと思います。あ、すみません、もう一度、何方面？東京方面。東京方面に行く。はい、東京方面に行くと近くに何かお店だとか何かありますかね。デイリー山崎を通り過ぎたのしか覚えてないですね。はい、はい、デイリーを通り過ぎた後、ガソリンスタンドだとか、何か会社とかそういったのあります？多分見てないと思います。ないですか。今周りはどんなとこです？周り民家と17号があるくらいで、民家と17号、おそらく滝谷駅から南に1キロくらいかなっていう気がします。わかりました。周りはあの電信柱とかって立ってますか？立ってます。電信柱の上の方を見ていただくと、はい、場所が分かるかもしれないんですけど。あ、じゃあちょっと見ていきます。カって書いてあったり、はい、暗くて見えないですね。なんだ、十日町、はい、155、十日町155って書いてあります。あ、見えないですよね。はい、ちょっと今探してみます。155という数字が見えますか？あ、十日町じゃなくて17号線155西に。17号線の155西にですね。はい、はい、ちょっと今その線路を探しますね。はい、17号線、はい、155西に、はい、今確認できました。国道の、はい、17号線沿いで、すぐ近くに信号機がありますかね。ちょっと100メートルぐらい離れてますかね。そうですね、100メートルくらい先に信号機あります。はい、川が、で、川が湧き流れてる、ね、あ、そうです、川あります。はい、はい、クマの糞があったのは、はい、脇道の方、脇道ですね。
はい、国道のじゃあ脇道のその電柱のあるあたりなんでしょうかね。はい。あ、警察来るまで、ね、ここで待ってますよ。あ、わかりました。はい。その道路上です。道路脇です。道路、17号を曲がって、さらに曲がったところにありました。17号を曲がった、はい。あの、脇道、あの、道路上に、はい。熊の糞が、何個もあると。はい。はい。わかりました。今、警察官そちらに向かいますので、はい。車でしょうか？歩きです？友達の車です。今、何色のどんな車に乗ってるか教えていただけます？ダイハツのキャンバスで、黒？はい。はい。了解しました。じゃあ、今、警察官そちら行きますので、はい。危なくないように閉まっててください。はい、わかりました。はい。お待ちください。はい、失礼します。失礼します。よし、切った。最初、クマって言ってんの、奥さんとか。奥さんが行方不明とかまだ見つかってないとか何を言ってる自分のこと言ったのかな、自分の奥さんのこと似たような通報があったのかもね、この辺で分かんないけどさっきのも入って似たかもしれないしね。あー、怖いねそれ。心配だな。大丈夫だ、今出てきたら警察もいるし。いや大丈夫、俺覚えてるって。え？いや、わかんない、これ道なの。でも道っぽく見えますよね。昔の道ですかね。なんか小動物がなんか走ってたから、なんだろうと思ってちょっと追いかけたんですよ。もうちょっと奥だっけ？あ、あそこです。熊だと思いますか？ヒレですか？はい。こんなに大きいんですよ。こんなにいっぱいあるし。あ、これですか？はい。わかんないですね。道路だと俺思って入ったんですけど。ああ、なるほど。多分今使ってないだけで。そしたらたまたまこれ見つけたってことですか？はい。そうなんですよ。はい。だからここ走ってたら小動物が入ってたんで追いかけてったとか。はい。もともとなんかそのなんかされてたとか。いや、17号ドライブしてて、はい、そしたらなんか、はい、まあく、まあ、猫かアライグマみたいな小さい生き物が、はい、なんか動いてったのが見えて、はい、なんだろうなと思って、はい、ちょっと追いかけてみたんですよ。から、じゃあそれが見えたってことですね。はい。で、こっちの方に行ったと思うんですよ、この道っぽいところを走って。じゃあ、車はじゃあちょっと U ターンされたってことなんですかね。じゃあ、17号からこう追いかけてきて、車。U ターンは、はい。ああ、そうですね。車、向き変えましたね。車は見てないですね。ていうか、最初に見た生き物が、まあ、多分熊ではなかったと思うんですよね。ちっちゃかったから。見た目何
まあ、ちっちゃい黒猫っぽく見えたから熊ではないとは思うんですけども、うん、土じゃないですよ。多分違うと思う。なんかナメトゼイが張ってるんで、なんか、栄養があるような多分なんかやつなんだと思いますけどね。熊のうんこに見えますか？私も正直クマのうんこって見たことないんで何も言えないですけども、まあ、見る限りなんかちょっとクンっぽい感じは、何かしらのクンっぽい感じはしますよね、はい、こんなにでっかいの？まあ、クミさんなかったか。え、何だ、廃墟っぽいと見えるけど、2階の掃除があるだから。窓ガラス割れてないから、中に、あ、でも、ドアが開いてるのかもしれないですね。うん、ああ、もう左が開いてるかもしれないっすね。匂いが、うんこだ。周りの草むらも何があるのかもよくわかんないっすね、真っ暗で。すぐそこに民家とかあるんで。どこ行くから向かうか。フンと思われるものの写真を送りました。なおフンが、フンと思われるものが落ちている場所については、もうちょっと何の建物か分かりませんが、廃墟になっている建物の敷地内となります。通報者については熊等の目撃はなし、17号線を走っていたところ小動物が見えたため、その小動物を興味本位で追いかけて入ったところ、糞のようなものを見つけたため、110番したとのことです。どうぞ。その通り、通報者は何かは分かりませんが、小動物 を見つけたため追いかけて、行ったそうです。どうぞ。付近見渡しましたが、特に熊のようなものは見当たりません。長岡駅、通常行こうとしたいと思いますので、どうぞ。ご苦労様でした。あ、はい、ご苦労様です。ちなみに以上、長岡駅。通報させていただいた時に、なんか奥さんがどうのこうのって何かありましたか？奥さんがまだ言ってますね。ああ、そういえば言ってますよね。それはちょっとわかんないですね。110番の本部の方で聞かれたってことですよね。電話の方が最初言ってます。それはちょっと多分農家じゃないですね。ちょっとわかんないですね。ああ、そっか、県警本部に聞かれたことありますね。多分あの新潟市の本部の方に行ってます、110番は。これが肉かな、かもね。はい。証明書とかちょっとあれば、ああ車にあります。見せていただきたいんですけども、うん、ありがとうございました。ごちそうさまです。こっちの人もびっくりだよね。ちょっと気が付いてねえのかな。いや絶対気が付いてる。気が付くよね。一時停止。もう今いいや、もう行け行け。まさか追ってこねえろ。追ってこねえな。大丈夫、さすがに連絡中だ。いや、さすがにそこは見ると見落としてるんだよ。だよね。まあ、たとえ見てても使わないね。そうそう、連絡さえ。ありがとうございました。大丈夫。まだウィンカー出してるっけ。
笑>